ミスマッチですね。長谷川スリーポイント沈めてきた。マジンパスはアギュラルコースター。マジンパス、あー、ナイスロッキー、アウトバウンドなし。藤井スリーポイント決めた。ジャニングスリーポイント、リバウンドは藤井です。いや、こういうベースバウンド取られるとね、マジンパスリー流れが来ますよね。前が来ますね。はい、スミスどうだ。これが来た。やってきましたね。4分30秒近く。11点じゃないですか。はい、これ1個も持って10点ぐらいになってるから、まだまだ分かんないですよね。篠山、おお、これを決めてきた。篠山です。そして前からディフレクション。おお、追いかけていって。これを見に来ています。はい、素晴らしい。スリーでいった。あー、コガッチも決めてきた。やっと来ましたね。やはりこの人でいくか、トガシ。おお、トガシ飛ばせてスリーできた。決めた。やはり役者は違うか。マスダスリーポイント。はい、ノーリバウンド、パジーカス。疲れましたね。前田、完璧に。うまいですね。ダンカン、大倉。外で佐藤。これ来ないか。わあ、強い。ダンカン。わあ、強い。これは強い。大倉、スリーポイント。大倉です。ゲームの1点付き。西村、はい、ムーニー、おー、ジャンパー決めた。これで3点差、タイムアウトです。これはなりますよね。おー、シューター、スリーポイント、また2点差。寄せて外でジャニング、スリーポイント、スリーポイント成功です。タイムアウト中は、富樫が行く。ロックスローは、おお、決めた。いやー、これ気持ちいいじゃん。マジーカスがプッシュ、キースに通してダンクです。バックコートはセーフか。あー、ダブルチーム、スーニー、富樫、富樫、スリーポイント。
か。ムーニーです。アギラールのプレッシャー、アギラールのプレッシャー、エドワーズルーズボール、アンドオーバーになった。ここはアギラール、いや素晴らしい、ここで勝負ありという形になりました。あ、これターンオーバーですね。ここで試合終了。さあここで第4クォーター終了。いや壮絶な一戦になりました。